V チャンネル茨城サテライトスタジオ505。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、図書館チャンネル、今日は番外編でギャラリーチャンネルとしてお送りいたします。さて、皆さんご存知のように、今市民ギャラリーではですね、このようにしゃべっぺ土浦写真展開催中でございます。2月16日に始まりまして、3月10日までやっております。だんだん皆さん足を運んでくださる方が増えてきましてですね、今日はぜひその内容とそれからちょっとしたイベントをご紹介しようと思います。さて、それでは内容、写真が出ますでしょうか。はい、こんな感じで、飾ってありますね。これなかなか大変だったんですけれども、さあ、どれぐらい集まったんでしょうか。写真が集まるかとっても心配したんですけど、500枚ぐらい集まってるみたいです。そうなんですよね。最初は本当200枚も集まればいいと思ってたんですけどね。そうですよね、最後に来てドドッと集まった感じがありますよね、さあ、そしてこれがですね、広いギャラリー全面にこう貼ってあるんですけど、これ貼ったのは我々スタッフでございます。私たちです。そうです。これ一つ一つピンで止まってるんですけど、いかがでございましたか。いや、これやっぱり多かったから大変でした ね。 そうですね。2日かけてこれを貼ってしまったんですけどね。そうですね、丸々2日かかりましたね。皆さんのご協力で、なんとか形になったと思われます。それで、こういう特徴をご紹介しておかなきゃいけませんね。飾ってあるのはですね、こう右側、こう一中地区なんですけど、中学校地区ごとに、区域ごとにこう順番に飾ってあるんですけど、それで写真の上にちらっとこう見えますが、あれは何でしょうか。写真に吹き出しがついてて、写真を撮った人がの最初のコメントが書いてます。はい、これですね。これが付箋でございますね。これは、この会場でご覧になった方が自分の感想とかご意見などを書いていただいてるんですね。かなりいろいろな意見が出て面白いですね。そうですね、どんな感じになっているのか、ちょっと写真出ますでしょうか。次の写真お願いします。はい、ちょっと切れているところもありますけど、この写真にもともとついているこの円吹き出しのような形になっているのは、写真を出した方が、出された方が書いてくれたコメントで、それに対して来場者の方が自分のね思ったことを書いていただくということになってますね。なんて書いてありますかね。ちょっと小さくて読めないでしょうか。読めないですね。この写真自体は真ん中はあれですね、新川の桜ですよね。綺麗ですね。もう綺麗に、はい、本当にこういう写真もたくさんいただいてますよね。はい、はい、写真の周りでおしゃべりしてるような感じですね。吹き出しがたくさんついてると。そうですよね。実際ね来ていただいて、なかなか作者の方と会えなかったりもするので、こうやってメッセージとしてね書いていただいてもいいですよね。この写真展はおしゃべりをしながら写真を見ましょうという趣旨なので、皆さん来た方たくさんおしゃべりしながらご覧になってるみたいです。そうですね。それで私たちも交代で、現場におりますんで、今日私制服忘れましたけれども、こういう白いユニフォームで、現場にいるのがスタッフでございます。ですから、お声かけいただいてですね、いろいろこの写真にまつわるお話とか、どんどんね、していただけたらと思います。さて、そしてもっとご紹介しましょう。次の写真は何でしょうか。あ、これはあれですね、また後ほどご紹介しますけれども、これは新張地区のね、撮影俳句の時のお話ですね。これ新張地区のお写真ですね。新張地区の写真ですか、ね、はい。それから次の写真を見てみましょう。おお、こんな感じでございます。入り口ですね、はい、そうですね、全館を使っておりますんで、ここが本来の入り口でございますけど、向こう側は通路側ですね、通してこう、あっち行ったりこっち行ったり、いろんな写真をご覧いただけるという感じですね。で、このように、いろんな方々が見てくださっていると、ご来場いただいているっていう感じですね。会場は結構広いですよね。いや、広いですよね。で、写真500枚ですからね、はい、約なかなか見応えあると思いますね、はい。
さあ写真を見てここに行ってみたいなっていう方もたくさんいらっしゃるみたいですよ、はい、ああそうですね、初めてご覧になる写真っていうのも場所っていうのもあるかもしれないですよね、それで、はい、あの土浦をまたより深く知っていただけたらいいですよね。まあ広く応募しましたんでね、いろいろな方が、写真を寄せてくれて非常に珍しい写真が多いですよね。ああそうですね、あの昔のね土浦の写真とか、うん、そういうのもありますしね、あと綺麗な風景、何が面白かったですか、うん、皆さん、まあ、地区でしか見られないような、はい、ちょっと珍しい写真も多いですよね。はいはいはい、そうですね、意外に気がつかなかったことなんかね分かったりしましたね、はいはい、それで写真展示だけではなくもう一つちょっとしたイベントがありますね。次の写真をお願いします。はい、これはあこれはスライドショーですか。そうなんですよね、うん、実はね、あの各地の写真応募ご応募いただいた写真をスライドショーにしまして、でこれはどんな写真ですよっていうのを我々スタッフが話したものをこの会場で流しています。はい、この写真を見ていただいて、はい、またあの会場で写真探していただくのもいいかもしれないですね。それがいいですよね、うん、はい、でちょっと休憩としてね、ここにあの広いですからね、はい、いっぱいありますんで、うん、ちょっと休憩していただいてもいいですね、ここでね、はい、あのちょっとご質問いただければ多分説明してくれる人もやってくると思います、はいはい、さあそんな感じで、中はまあ、大体ざっとですけどご紹介しましたけど、まあ、こういうところが、各地区ごとですから、何地区あるわけですか。1中から6中までずっとありまして、あと津和地区とそれから新張地区、うん、その他にイベントと水郷地区とというような感じで、分かれております、うん、はい、この写真は、はい、何ですか。さて突然写真が変わりました、うん、はい、これは途中で行いましたこの新張地区イベント、ちょっとこちらの、これあの新張の石仏の写真なんですけどね、ここの、まあ、田舎前とした新張地区の特徴ですけど失礼しました、ここを実は皆さんで回ってきました。2月17日にバスツアーで写真撮ってきたんですよね。そうですね、でこれはその時のですね、後ろに出ているのは上空から見た写真ですけど、ここは本郷地区ですね。この本郷地区にはいろいろ石仏ですとか、それから昔の風景ですとかいろんなものがねまだまだ色濃く残っておりまして、やはり新張といえばこの辺りの雰囲気かなということでご紹介したわけでございますね、その写真を少しずつ見ていきましょうか。はい、しましたね、お天気が良くて暖かかったですよね。そうですよね、ちょうどいいハイキング日和になりましたね。これは高知商人ですか。はい、これ東條寺ですね、うん、この日はあの地元の方の、特別のお計らいで普段は見られないあのこの高知商人の、お堂を開けていただいたんですね。でこの高知商人というのはどういう方でしょうか。どういう方ですかね、ちょっと聞いたんですけど忘れてしまいました。まあ、中高の祖といいますかね、最初、まあ、ここにできたのはずいぶん前なんですけど、ちょっとその後寂れてしまってまた場所も違ったんですけどね、それでもう一度盛り返そうということでこの商人が今の場所に移し替えて、そして、より盛んな活動を行ったと、宗教活動を行ったということで中高の祖と言われる方ですね。はい、表情がいいですよね、生き生きしてて。真ん中の人が高知商人ですね。そういうことですね、はい、いや目を見開いて本当に、なんか強い力を感じますね。そうですね、いいお顔ですよね、うん、まあ、これをあの拝ませていただいたんで、これ非常に価値のある、はい、一日でございましたね、はいはい、さあそしてその後私たちは比叡神社とかですねを回ってですね、先ほど上空写真が見えましたけど、上空からの写真がありましたが、これがあの本郷地区でございますね。で本郷地区の片隅にこのようにですね、石仏が鎮座している場所があるんですよね。お地蔵さんがいますね、はい、お地蔵さん、六地蔵ですか、はい、これは六地蔵が正面にありますよね、うん、ちょっとアップの写真も見てみましょうか。はい、うん、こんな感じですよね、うん、後ろの山々、これはあの後ろの山々はね、春になると桜が綺麗で秋になると紅葉がという素晴らしい
場所ですよね。でそこにこのように石仏たちがおります。じゃあ違う季節に行ってみるのも面白いかもしれないですね。そうですよね。これはあの地元の人たちがね大事にこうやってお花生けたい季節になったらね、うん、してあの守ってくださってるんでしょうね。そうですか。さて次の写真は、あこれはまあちょっとあの歩く順番は前後しますけれども、あれですね、桜ですね。あ桜ですか。桜の木ですか、これ。はい、春には綺麗になるんですよね。そうですよね。これ大山桜で、すごい枝ぶりがすごいですよね。近くにあのすぐそばにお稲荷さんもあってですね、これはぜひ春に行ってみたいですよね。そうですね。はい、さあそうしてこの後、まあ、いろんな石仏を拝見しまして、ご説明もいただきまして、そしてここは、ああ最後に行ったところですよね。はい、ここ武者塚古墳、武者塚古墳、ね、はいはい、とてもあの貴重な古墳でございます。ここで普段はですね、あそこにある窓からしか見られないんですけど、外からしか、でこの日はね特別観覧ということでね、はい、開けていただきまして中を見ることができました。いかがでしたか、感想は。いや、よくこんなところで見つかったと思いましたね。周りからはその古墳のイメージってほとんどないですよね。そうですよね、盛り上がってるわけでもないですしね、これだけ見たらあの住宅展示場かと思っちゃいますよね。そうですね、はい、なんか怒られるな、こんなこと言っちゃったなんて。あの本当に、ね、畑の真ん中でまったりなところなんですもんね、そこで見つけたってすごくですよね。水らが出てきたんですよね。あ、そうです、そうです、それが全国でここだけではないかと言ってましたよね。はい、はい、素晴らしいです。はい、これもあの昔はまあ新張地区でしたけど、今土浦市ということでね、土浦市 の, あの教育委員会、貝塚の方が管理されているそうですけどもね、うん、そうですか、ですね、はい、さあそして次は、ちょっと前後しておりますけれど、これあのあれです、東條寺の、あ東條寺です、はい、本堂ですね、本堂もあの開けていただいたんですよね。普段あのこのお寺はご住職さんがいらっしゃらないんで、普段行っても見られないんですけど、この日は開けていただいて、はい、中にご本尊がいらっしゃいます、はい、というのも拝見できました。はい、では次は次の写真お願いします。終わりですかっけ、終わりですか、あそうですよ、大変失礼いたしました。はい、はい、というような感じでですね、新張ツアー、撮影ツアー行ってまいりまして、で皆さんからその時に撮った写真をねまた投稿していただいて、それがあの入ってすぐのところに飾ってありますね。そこは新張特集ということになるわけでございますね。はい、はい、新張ツアーのご感想は。いや本当にね天気が良くて良かったですね。それで私は久しぶりにあれだけ歩きましたよ。時間かけましたよね、あの石仏のたくさんあそこにあるんでちょっと驚きました。初めてああいうことを経験しましたね。ああそうですか、それは良かったですね、あの結構歩きましたよね本当に、あの特に東條寺下から歩くと結構階段も急でね、はい、本音を言ってしまうなんてこともありました、はい、さてそれではまたしゃべっぺ土浦の宣伝をさせていただいて、はい、あのギャラリー入ったところにある大きなポスターですね、後ろに、はい、そうですね、はい、あとこのようなポスターがあちこちで、見られるかと思いますけれども、ぜひ3月10日まで、やっております。月曜は休館ですけどね、そしてあの私たちが交代で、会場に詰めておりますので、ぜひお声掛けいただいて、土浦のいろんな写真を見ていただけたらと思います。はい、ご家族や友人をお誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、よろしくお願いします。ご意見をあの付箋に書いて貼っていただくと楽しいですね。あそうですね、あそうですよね、一回書いてですね、それに対してまた違う人が何かを書いてくれるかもしれないんで、何度来ても面白いと、噛めば噛むほど味が出るという写真展でございます、はい、ということでお送りしてまいりました。そして来週は、はい、ですね、来週のこの時間はあの図書館チャンネルです。はい、
ですので、はい、また来週からもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。